だな本当に。サングラスサングラス。怪しいじゃないちょっと。大丈夫大丈夫。もしもし、アナさんおはよう。おはよう。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日どこ行きますか？神奈川高島屋行きたいんだけど遠い？ああ高島屋？いいよ。神奈川高島屋。うんうん。じゃあこのまま待ってます。うん、行くねー。はーい。はーい。来た。おはよう。どうぞ。お願いします。こんな感じなんだよ。出発しますよ、ちゃん。どうしてんの？普通に行ってる？子供たちはもう行ってるよ。今日だって遠足あって。あ、遠足だったのか。そう、遠足なの。箱根ね。箱根まで行くの？バスで連れてってくれて。でなんか密になるからって、普通だったら1クラス1台とかなんだけど、うんうん、なんかすごい量のバスで乗っていくみたいだよ。そう、うん、そうでもしないと何にもできないよね。運動会もすごい競技を減らして、うん、フォークダンスとかも手つながないでなんかボード押しをつなぐみたいなボード押しでこうダンスするみたいなのをすごい考えられてると思って、でリレーとかもソーシャルディスタンスリレーとか言ってなんかいろいろ考えてやってたよ。あ、うん、幼稚園の友達会ってる？コロナになっちゃってから会ってないよね。元気かなと思うけど、なんかこう誘いづらい感じだよね、ランチとかね。誘われたら絶対に行くけど、うんうん、誘いづらいっていうのはあるよね。幼稚園楽しかったね。楽しかったね。毎日行ってたもんね。毎日行ってたよね。お弁当作ってさ、一瞬で終わるよね。幼稚園もさ、でもすごい楽しそうだったね、子供たちがね、毎日ね。なんか行事も多いじゃない。うんうん、ナナさんは謝恩会の幹事は2回やったっけ？やってないよ私。え1回だけ？1回だよ。最初幹事やったっけ？私だからお姉ちゃんの時と2回やったんだよね。その時と謝恩会の幹事さんっていうの、うんうんうん、でその時も出し物劇をするじゃない、うん、でその劇の本を書いて、うん、なんか演技指導みたいな演技指導にもならないけどさ、すごいあれだよね。で覚えてる。一回ね、それで出たんだよ、うん、私なんか魔女役で。知ってるよ、知ってるよ、覚えてるよ。そうだったよね、うん、恥ずかしいよね、でもさ黒いの着てたよね。そう、マントとなんかこんがり棒みたいな被結構な怖い感じだったよね子供たちなんかびっくりしてたよね。そうだよね。さすがうまいよね。いや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 。で、ね、妹の時もまあどんな方法え、なんだっけ、牛だよね、牛。牛だ。そう。牛のなんか尻尾をうーとかって回して、それでもうみたいな感じでポーズして、うん、でなんか園長先生が大笑いみたいな。大丈夫かな？大丈夫だよ。教育的に大丈夫だったから。全然もう大喜びだったよね。そう。そうだから私最初さ、うん、練習始まって、うん、で高江さんって結構。終わりしてるじゃん。いつもさ怒ったりとかしないじゃん。なんか演技とかの練習始まって違うとかって言われたらどうしようとかってちょっと一生思ったりした。みじもなかったね。もう一回もなかったぐらいじゃない。いやいやね。すごいね、この辺すごい綺麗だね。うんうん、これどっち？じゃあ右じゃない。右？これ出ちゃうもんね。はい、到着。はい。よかった。ありがとうございました。はい、ありがとう。また止めらんないこれ。うん、違う違う。うん。奈々さんごめん。カメラどうやって止めるかわかんない私これ。カメラどうやって止めたらいいかわかんないね。線抜いたら。線抜くの。わかる？フォトだ。めっちゃ真剣な顔して写真撮っちゃったよ。何なんだろうこの。ちゃんと説明書読んでくださいって感じで、ね。でも普通さ、うん、閉じればし。いや、じゃあそれがこの間もずっとまま。
でしょ？うん。何なんだろう。不思議だ、はい、朝早いの？お寺の朝ってどんな感じなの？夫は起きてお経を読んだりとかする。お掃除の人とかも多分出勤5時半とかじゃない？5時半に？早い。薄暗いうちにも起きたら起きてくれて。もう入っても入ってもこの時期とかはさ、そうだよね、すごい量になってる。西麻布まで行っちゃうとちょっと行き過ぎ？西麻布でちょっと受け取るもの受け取っていい？いいよ。ちょっと電話していい？うん、はい、池田でございます。あ、池田さん、すいません、お疲れ様です。今ちょっとはい、駒沢の方から、はい、これ何通り？あ、大きな通り、西麻布の交差点につながってるよね、の通りを走ってるんですけど、今から取りに寄りますので、ちなみに今撮影中です。大変大変ですね。私からかけてなので、西麻布の交差点、右曲がるよね、曲がる、あ、有限定、もし可能であれば有限定のところまでって、池屋さん出てこ、焼肉屋さん、バルーン屋さん、その交差点の、なんて言ったらいいの、あそこの、あ、でもバルーン屋さん見たことあります。三井住友銀行の奥側の道路挟んだところあたりですね。うん、はい、あ、どこだろう、どこにいる、風船ってどこにある、これ、ね、あ、いたいたいた、よろしくお願いします。ありがとうございます。本当だ、ちょっと気まずいんだけど。ってかあれドライバーっぽい。ちょっとやだな、本当に。サングラス、サングラス。ない？サングラスあるけど、怪しいじゃない、ちょっと。大丈夫、大丈夫。いやいや、なんか、うん、ドキドキしちゃった、こっちまで。ライズアップちょっとでも興味あるな。何を、どこをどう、なんかな、どうやったらさ、なんかこう腹とか割れるのかな。CM あるじゃん、回転する。ちょっとあれ憧れる。だったらさ、トゥトゥトゥルトゥルトゥ、回ってみたいな、私も。回ってみたいの？私もね、自粛中に頑張って、うん、トレーニングしてたの。そうなの？毎日少しずつ始めてやってたんだけど、うん、多分毎日やりすぎたんだね。鍛えすぎた？毎日しすぎちゃってなんか歯磨きしながら腰をこう回してたのかな、うん、その瞬間に右の腰がピキってなって、うん、そっからなんか動けなくて。ぎっくりじゃないの、それって。ぎっくりっていうやつじゃないの、大丈夫？そう、ぎっくりっぽい感じになって、軽いぎっくりだった。何年か前に、うん、一回ぎっくり腰やったことあって、下の子が2、3歳ぐらいの時だと思うんだけど、うん、ベランダに置いてあるさ、テーブルセットみたいなのあるでしょ、うん、椅子に座ってたの、うん、その子供が座ってる椅子ごと持ち上げた瞬間に、うんうん、ピキってなって、痛かった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 、本当に思い出しただけで笑っちゃうんだけど、もう痛かった、痛かった、本当よ。で、その瞬間、何を思ったのか、お灸をしてもらったのよ、ご主人さん。それが熱すぎて、痛いし、熱いし、熱すぎて、熱すぎて、カチカチ山、カチカチ山じゃん。ここで、とりあえずここでいいか、うんうん、よし、よし、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう。そこにいる、うん、もじゃもじゃ頭の人がいて、そこに座ってる、うん、それがゆうたくんだと思ってあーとか言ってた。怖い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 。せめてちょっと確認してからテーブルになさいよ。全然違ったんだけど。